令和元年5月25日大阪エキスポフラッシュフィールドにて 2019X リーグ春トーナメント3回戦クラブホーク相対リードエフォートエールズの一戦が14時30分キックオフ予定で行われます。ただいまから試合開始前のコイントスが行われます。手前側ホワイトのユニフォームが、バックスタンド側になりますリードエフォートエールズ、今季より参戦した新規のチームです。奥側からブルーのユニフォームがクラブホークアイ、一昨シーズン X1 で戦っておりました強豪チームになります。今季の所属はクラブホークアイはディビジョン2ウエスト、リードエフォートエルズは、ディビジョン3ウエストとなります。クラブホークアイキックオフ、エールズリターンで試合が始まります。